はい、どうも皆さんこんにちは、おさとエクセルのおさです。はい、こんにちは、エクセル兄さん、IT 講師のじゅんです。こんにちは。こんにちは。本日はですね、こちらエクセル兄さん、IT 講師のじゅんさんがお邪魔しました。なんと、モス試験のですね、新しい本を出されるということで、こちらのチャンネルにお越しいただきました。ありがとうございます。お邪魔します。ありがとうございます。いらっしゃいませというわけでね、まあ、本出版されるっていう話なんですけど、まあ、単純にちょっと PR 動画になると、ね、はい、視聴者ファーストっていうコンセプトがずれてしまいますので、まあ、お互いの近況とか、まあ、あるいはちょっと Excel に関してちょっと深掘りしながら、視聴者の役に立つコンテンツを届けていきたいなと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。さて、最近はどんな感じですか？最近、まあ、初めての本なんでちょっと忙しいなっていうか、はい、まあ、こんなに本って大変なんだって思いました。確かにね、本の出版めちゃくちゃ大変ですね。あ、先におささん、そうです、ね、ちょっと前に 出産も近いですよ。僕も子供生まれて、立林さんもね、パパとしても、はい、パパになるんですけども、先輩。いやいや、とんでもないです、とんでもないです。でも私も2月にエクセル現場の教科書を書いて、皆さん視聴者に買っていただいたところもありましたけど、結構作るのに時間かかって、で、立林さんって特にこう作られてる様子を Facebook 上にいろいろ投稿されたりするんですよ。はいはい、でそれを見てると僕の作り方と全然違うなっていうところがあって、結構ゼロから比較されてるなっていうところが、違うんですね、やっぱ。だいぶ違いましたね。結構編集者に僕丸投げしたところがあったんで。ちなみにどんな感じで進めてらっしゃるんですか？ちょっとそこの出版の。まずモスに準拠したテキストというか本なんで、参考書として作るんで、モスの試験の出題範囲を全部リストアップして、はい、それをどうしたらもっとキャッチーにできるか。キャッチーにできるか。普通のなんかモスのテキスト、はい、市販であるんですけど、それだとただの教科書でお題目が全部並んでる、はい、読んでてつまらないというか、その分かんなくなっちゃうというか、何に使えるのみたいな感じなんですよ。ありますね、そういうテキストいっぱいあります、ね、それを全部一個一個キャッチフレーズ化して、はい、こういう時はこんなに使える、そしてその機能を使ったらこんなメリットあるよみたいなのをもっとキャッチフレーズ化していって、はい、で実際に練習問題みたいに落とし込んでいくというとこから。なるほど、なるほど、なるほど。さすがですね。さすが立林さんですね。なんかちょっと本とちょっとそれるかもしれないんですけど、はいはい、立林さんみたいにこう本とか、あるいはこういった動画コンテンツで YouTube に発信されたり、はい、Udemyでコンテンツ作られる方の特徴って何かっていうと、結構こう視聴者のことだったり、そのマーケットの人たちが、まあ、世の中の人たちが何をこう求めてるかっていうのをこう皮切りに物事を考える人が多くて、まあ、ビジネス的にはマーケットインとか言われますけど、でそのマーケットインの発想を持ってる人でプラスアルファこう単純に機能の紹介をするだけじゃなくて、視聴者が得られるベネフィットってなんだろうとか、アドバンテージってなんだろうとか、そのあたりをこう体系的に考えられる方が出す本っていうのはかなりこう読んでる方としても分かりやすいし、はいはいはい、どんなメリットがあるのかがスイ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 入ってくるんで、きっと期待していい本になってるのかなと思ってます。ありがとうございます。なんかもう僕の宣伝することなくなっちゃったんで。いやいや、とんでもないです、とんでもないです。でもなんかそういうふうにコンテンツ作り、僕も結構毎回考えたりするんで。まさしくそうですね。Excel プロ、まあ、僕プロっていうよりは本の方ですよね、はい、本の方を見させていただいてるのと、その本と連動した動画を見させていただいてるんですけど、はいはいはい、まさしくそのマーケットインっていうか、そのみんながどういうところで悩んでいて、どこに役に立つのかっていうところとか具体的だし、まあ、ビジネスシーンに特化してますね。ありがとうございます。いやもうありがとうございます。ちなみに、はい、僕のこのなんだろう、さっき話したベネフィットとかアドバンテージっていう発想は結構そのビジネス業界の方だと結構頭に入ってる人多いんですけど、まあ、皆さんよく勉強されてる方はファブっていう言葉を知っていて、 FAB でファブなんですけど、それぞれ F がフィーチャー、 A がアドバンテージ、で B がベネフィットっていう言葉で、この FAB で、まあ、Google 検索するとその営業のトークスクリプトとしてこういうふうにお話をすると相手は共感をして実際に物を買ってくれますよみたいなものが出てきたりするので、まあ、ちょっと URL 提供欄に貼っとくんで、ぜひ視聴者の方の勉強になるように、はい、見ていただけたらなと思います。なるほど。すいません、全然違う話になっちゃったじゃあ、おささんの
でも最近 YouTube でも見てるんですけど、RPA の話とか。ああ、言ってますね。なんかちょっと、はい、あのカジュアルに何してるのかなっていうのを伺いたい。最近何してるのかな。はい、そうですね。まああの最近は青森の、まあ、板柳っていうところにこもりまして、こもり、まあ、子育てをしつつですね、宮っぺの子育てをしつつ、うんうんうん、奥様のケアをしつつ、うん、日々動画を撮り続けるという日々を送ってます。で、まあ、どんなコンテンツ最近撮ってるかっていうと、あの、まあ、Excel、お里エクセルのコンテンツは一通り YouTube で完結したので、まあ、Excel Pro っていう、まあ、有料版になっちゃうんですけど、そのコンテンツの撮影を、まあ、6ヶ月間ぐらい6ヶ月ずっと、はい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 、ずっとやってて、ちょうど、まあ、最近出来上がって、その次にじゃあ何しようかなって思った時に、まあ、Excel はもういいと、Excel、うん、は多いでしょ、ちょっと極めた、Excel はもう極めたと、まあ、それだったら次はちょっと RPA っていう、うんうん、あの新しい技術を学びに行こうかなと、はいはいはい、思って今 RPA プロっていう新しい番組を始めました。ですよね、はい、あれすごいですよね。僕はあんまり親しみなかったんですけど、はい、今日来る時にいろんな調べ物をしながら来て、はい、いやこれはやばすごいぞとそうなんですよね。あのいろいろまあ賛否両論とか、はい、まあ、これから RPA っていう技術がどうなっていくのかっていうのはあるんですけど、まあ、一般的に言われてるのは RPA っていうのは、まあ、ホワイトワーカーっていうんですかね、あのパソコン作業とかをされる方の、はい、仕事を代替していくような技術、いや全部自動的にこうプログラムが流れるんだよね。まあ、情報収集して Excel に流し込んで Excel のデータ集計した後にメールを送るみたいな、そんなフローでいろいろ仕事すると思うんですけど、それを全部ロボットがやってくれる、要は人間がやらなくて済むみたいなね、話の技術が RPA なんですが、それだったら今ね、これからの時代に必要になるようなお役立ちコンテンツとしての RPA は抑えていかなきゃいけないのかなと思ってやってました。あのあれは例えばウェブから必要なデータをダウンロードしてきて、はい、で Excel で何か集計して転記して、はい、でレポート出すみたいな定型業務の、はいはいはい、毎回同じことをやらなきゃいけないけど、でも人間が今やってるみたいなことを全部そのツールがポン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 って自動的にやってくれるから、はい、あの自分はそれやらなくていいからもっと大事な作業に打ち込めるみたいなところですよ ね、 すね。いや、おっしゃる通りで、いやもう本当欲しいなそれとかいやそうなんですよ。でまあこれ言っちゃうとあの、はい、Excel やってる方々がえっなんで私 Excel 勉強してるのってなりがちなんですけど、実はその Excel と RPA ってこうバッティングするようなテクノロジーじゃなくて、このExcel は Excel の良さがずっと残る、要は Excel の VBA っていうプログラミング言語を使って自動化するっていうところの方が処理が早かったりするんで、あ、はい、そっちのスキルを絶対持っておいた方がいいですし、かつそのスキルを持ってる人は、まあ、RPA も一つのこうプログラムなんで、基本的な発想としては VBA と同じ、まあ、うん、同じような発想で学習できるんですね。だからその VBA を知ってる人が RPA をやると、ああ、より分かりやすく深く分かっていく、深く分かっていくっていうような体験になってますね。ただまあ Excel との親和性も高くて非常にいいかなと、うん、確かに思ってます。まあ、どっちもいいところを使いこなせたらいい、はい、より良いかなっていうところありますよね。そうなんですよ。だからまあ最近何してるかと言われれば、一生懸命 RPA の勉強しつつ、はいはいはい、動画コンテンツを撮りつつ、はい、立林さんの出版をお祝いするとそんなことをやっておりますそこにちゃんとまとめてくださったさすがだと、とんでもないです、はい、というわけでね、まあ、最近の近況と出版の話をしてきましたが、まあ、次回の動画というかね、この次の動画に関してはモスって一体何なんだっけっていうところをちょっとね、立林さんに深く聞いていきたいなと思いますので、引き続きご視聴ください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。 See you next time. Bye bye.